シゲノブ名はレバノン系パレスチナ系日本人のジャーナリスト。レバノンのベイルート出生。戸籍名は奥平名。テロリストで元日本赤軍のリーダー、シゲノブふさこ受刑者の長女。父親はパレスチナ人の活動家でイスラエルとの闘争中にミサイル攻撃により暗殺されたと推測される。8歳の誕生日に母親から パレスチナ人と共に戦うため日本から来たと教えられた。イスラエル情報機関を警戒して難民キャンプや民家を転々とし、母親の仲間以外には首相や本名を伏せて暮らした。通学や出入国に必要な仮の身分証明書の確保にはアラブ諸国などの支援を受けたという。1997年にベイルートアメリカン大学を卒業後、 同大学国際政治学科大学院に進学し、1998年から2001年まで、レバノン大学でジャーナリズムを学んだ。出生後、どこにも届け出がされていなかったために28年間、無国籍であったが、2001年3月5日に、日本国籍を取得し、同年4月3日に初来日した。2011年、 同志社大学の渡辺武里による指導のもと同大学大学院社会学研究科メディア学を修了。アルジャジーラ放送アラビア語報道局によるフレーミングと議題設定効果の研究、衛星チャンネルのアラブ社会への影響の視点から出博士。河合塾で英語の講師を務めながらアップフ通信社に記者、リポーターとして在籍。 中東放送センターの東京特派員も務める。重信名の後見人は、原用者の総帥だった、遠山光の孫で、原用者の流れを組む、暮田家会会長の遠山光介である。これは、重信房子の父、重信末男が決命団の元メンバーで、5.15、事件に連座した、遠山光の三男遠山秀像とも関わりがあったことから、 重信房子が逮捕後、遠山康介に依頼したものである。ありがとうございます。